はい、どうも、こんにちは。おちてぃみなちです。ブラックです。ということで、今回もセブニングレバープリ2021やっていこうと思うんですが、今回はですね、あの最強監督がさらに最強監督になったんじゃないかと言われている監督ですね。そちらがですね、こちらのブライアン・プリスケということで、このプリスケ監督がですね、まあ、4312で、2020のフェルナンド・サントスみたいな戦術で、かなり強いって言われてたんですけど、なんとこのブライアン・プリスケ監督が、米の形ですね、この初期配置のこの米の形、中盤のね、この CMF の位置が、本来は DMF とね、横に並んでたんですけど、これが中に絞って上がったことによってダイヤモンドみたいな感じになって中盤の距離感が非常に近くなってるんですよね。まあ旧タイプだよね、いわゆる旧プリスケの形と今のこの新プリスケの形、どっちが強いんだっていうところが一番気になると思うんですけど、使ってみた感じはこの新プリスケの方が圧倒的に強いなっていうふうに思いました。中盤2枚がですね DMF、 まあ今回カマビンが CMF してるんですけど、まあこの一番底のところよりもこう前に行ってることによってよりですね、やっぱりこうロナウド、そしてルンメニューに入った時にとにかく抜け出してきます。今週、まあ、ライブアップデーがいいこのカイハベルツとフェーベルっていうこの2列目からの飛び出しを置いてるってことももちろんあるんですけど、ただね、中のこの CMF の2枚がものすごいいい上がりを見せてくれるっていうのもあるし、あとは中盤が中にここに入ったことによってかなりパスが回しやすいんですよね。だからこの三角形、カマビンがフェーベル、そしてリサンドロ・マルティネス、カイハベルツ、カマビンがゾブニンっていうこのね三角形のトライアングルがまずめちゃくちゃ作れるんですよ。だから結構プレイ中でも出てくるんですけど、この3枚とかで回しててこの1枚がこう抜け出してきたりっていうのがあるんで、相手にね結構ベタッとこう引かれた状態でもプレイ中見ていただけば分かるんですけど、めちゃくちゃ綺麗に崩せるんですよ。ただ総合的に言えば多分下に下がってる CMF の方が守備は硬いですね。前に上がってくる力がこっちの形の方が強いけど、はい、その前に上がってくる分カウンターを受けた時にやっぱいないんで人が、その分の隙っていうのはやっぱどうしてもワンボランチがよりその浮き彫りになってしまうってところはあるんで、より攻撃に特化したプリスケみたいな感じになってるのかなと。まあでも総合的には乗り換えていいですか、乗り換えてもいいのかなっていうぐらいのあれ。ただまあその旧プリスケですごいうまくいってますという人は無理に乗り換えなくても、まあそうだね、いいけど、だからそんなにプリスケ使ってなくて新しいのに変えてもいいやっていう人は結構おすすめの、攻撃特化みたいな感じになってるんで、はい、ぜひね使ってみてほしいんですけど、最後のこのプリスケどれぐらいやれるのか触れましていきましょう、はい、足が当たる。ese marcaje lo obligó a retrasar。
さあ、というわけでいきましょう、調子。まあまあ、これでいいかな。今週ね、ライブアップデーがね、ほんと選手みんないいんで、なんか FP、あの IM ね、今週3体しか連れてきてないんですけど。ここのね、三角形がすごいんですよ。このさっきも言ったんですけど、このケツの。これがめちゃくちゃビルドアップしやすくなるんです。いやー、無理か。あ、抜け出せー、抜け出せー。いいよ。さあ、これビルダイちょっと運ぼうね。で、細かいところ、いや厳しい。あるよ。これフィンランが意外と体張れてる。いやよ、いやよの。なんかさ、数値さ、おー、いやよ、ヘッツ、おい、あぶねー、押さえか、おい。なんかフィンランってさ、数値の割に張れるよ。頑張るから、体ね、頑張る男だからね。頑張る。やったー、うん、しょうもない。最高ー。おーい、立ち止まり作ってるよ。立ち止まり作る余裕がありけり。しょうもねえ、しょうもなくねえよ。おめえの弱さ晒してる。おい、ふざけんなよ。ふざけ、危ねえ、危ねえ、お前ふざけんなって。いやー、惜しい。それだけは勘弁。おお、お前、え、あ、まあ、この前のね、カマビンガル、まあ、これなんだけど、2列目がやっぱりね、かなり中がグッと走ってる。ああ、やってきてるね。いやー、気持ちいい。シース、中盤の距離感がいい。いや、それやめて。あぶねー、あぶねー、あぶねー。もう一個やればよかったかねー。いやー、もういいぜ。ああ、終わる終わる終わる。ちょっとお前、ああ、やばい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 。あ、入れよ。くだらない、最後それかい。シー